皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志2の16回目ですね。やっていきたいと思います。で、駅州ですね、ちょっと職の入り口のとこちょっと攻めて入りましたので、展開的にだいぶ楽にはなったのかな。で続きちょっと敵の様子を見ながらですよね。あとはどこ見とけばいいかな。7国神票さんいますね。神票さん取れるかな。ダメか。はい、じゃあ手紙でいきましょう。はい、あ、手紙効果大きいな。じゃあ早速神票さんの忠誠度を上げましょう。はい、まあこうやってじわじわね、ここも難しいな。どっか寝返らせれるようなところはないかな。ああ、リクソンさんがいる。リクソンさん、リーシーね。近くいますね。ちょっと要注意かな。ここは3人1万ちょい。はい、ここは1人、主幹さんだけ。玄関さん取れればね、結構楽にはなるんで、これをちょっと地道にやっていくしかないですね。はい、ということでここは駅州ですね。とりあえずちょっと柿さんの忠誠度を上げときましょうか。そうですね、民中揚げの、あとはね、よいしょ、開発をね、そのまま
70、うん、結構上げれましたね。訓練度大丈夫か。あー、そっか。あー、いない。あー、残念。教師さんか。はい、誰もいなかったよね。円穂さんと加工坊さんと周宗さん、まあ2万雇いましょうかね。徴兵で松園さんは、宝刀さんはいいや。でも、まあ全員の、よいしょ、はい、はい、で、あと円穂さんね、6377、はい、で訓練度がね落ちますので、力自慢のメンバーに訓練してもらいましょう。6番、はい、これで81。そんな下がらなかったでね。武装度だけね、あとちょっと上げとかないと。周宗さん、でも周宗さん訓練しちゃったな。はい、よし。ここはごめんなさい、まず大井さんの忠誠度を上げてですよね。サイボーさんか。
場所にいない。誰かいないかな。いない。からちょっとメンバー回してきてね、孫権の寮にちょっと攻め込んでも面白いかなとは思ってるんですね。とりあえず商人がいない。ということでお金がねあんまり買うことがもうなくなってきたので、軍備するかどうかですよね。かといってね、後のメンバーを持たしたところでとはいうのあるんですけど、1万ぐらい雇ってね、5000で割ってもいいですよね。ということで、はい、龍炎さん、宗剣さん、はい、で、民中下がったからね。よいしょ。ここは今のところ開発のみになってしまうんですけど、よいしょ。まあ誰もあげる必要はないんで、とりあえず土地価値を。台風とか洪水あるとえらいことになるんですけどね。とりあえず治水実行ですね。前回孫権領ほとんど見たので、今回は
送料をちょっと中心に見ていきましょうか。はい、5人。あ、リュードさんこんなとこにいるんだ。まあ願らせてもね、兵持ってないから。美穂さんで、ここは3人。総比花公園、総順さん。ここが本国か。あー、陳頭さんがいますね。うん、ここは、あ、そっか、ここ見たね。7国。で、10国。あ、そっか。10… あ、そっか、一回見たとか大丈夫なんですね。そしたら5国。綺麗にバラしてますね、やっぱり。ということで、早々には諸葛亮。ダメか。お、見つかる？角春さん。ああ、しまった。あー、そこそこイパラですね。うん、じゃあ雇いましょう。はい、カカさん。うん、じゃあご褒美を早速。あ、角春さん90できた。じゃあ順受けさんに、よいしょ。はい、なかなかいいメンバーですね。うん、はい。民中も上げないといけないけど、土地価値ももうちょっと上げて、上げないといけないということですね。で、そうかそうか、関数さんに。はい、で、柿さんの方が賢いのね。うん、これであとは、
使いたかったけど商人がいない。捜索かけてみましょうか。いないのかな、本当に。いなさそうですね。よし、あとは訓練。次はもう間違いなく、まあ劉書さんのところも攻めるんですけど、長老さんのとこね、29国も攻めようかなと思ってますんで、ちなみに見れるかな。はい、11人もいる。傭兵さん、上の4人がちょっと怖いかな。長老さんはなんとかしてね、ここ、まあ、攻めたくはないんで、後回しでもいいような気するんですけどね。ある程度兵力整えば、で長藤さんのとこね、金銭金銭にねちょっと褒美あげときましょうかと思ったんですけど、時間が結構ね、よろしくなってきましたので、今回ちょっとここで一旦止めさせていただきます。三国志2の16回目でした。では皆さん、さよなら。